こちらの川口菜園クラブのファームで、川口麦味噌クラブに協力して麦を育ってるところです。で、麦と一緒にこうやって小松菜が育ってる。こっちが麦で、これが小松菜ですけども、まあ、もともと小松菜を育てたのが、菜の花みたいな花が咲いちゃったのを、こう、堆肥として積んで、それをまあ、麦を種まきする前に、堆肥として与えたら、まあ、こぼれ種からこう発芽してきて、麦畑だか小松菜畑だかちょっとわかんない状態にもなってますけれども、麦の種まきが大体の10月の、下旬ぐらいですね。で、まあ、その前に堆肥まいてますので、小松菜の種まきが、10月の中下旬ぐらいっていうふうにこう考えることができるんですけれども、まあ、それでその今3月、この上旬の時期でですね、両者がこういう生育状態なわけですね。麦はまだ大きくなりきらずにいて、で、小松菜が、まあ、それに育ってきて、まあ、この小松菜は本当はもっと大きかったんですけれども、一回鳥さんに2月ぐらいに餌がなくてついばまれてですね、それがまた鳥さんが最近餌が春になって他にあるのか、あんまり小松菜にちょっかい出さなくなったんですけど、またその復活して葉が伸びてきたっていう感じですね。ですから鳥さんについばまれることがなければですね、今多分この小松菜はもっと育ってて、かなり収穫適期に近い状態にこうなってきてるんじゃないかと思うんですけれども、まあこうやってこう麦の近くにあると麦の成功邪魔しようので、こうやってさっきから小松菜取り除いたりもしているんですが、逆に言うとですね、日本の在来の伝統的な農法で連作障害を下げるために、麦と大豆とさつまいもの2年3作って輪作体系があるんですね。で、それを現代的にこう復活させて、麦と他の野菜のその混食とか輪作とかっていうことを考えていこうとしていた時なんですけれども、こういうふうに冬から春にかけてですね、麦と要するにその他の野菜を混食させてみるっていうのを、こういうふうにただこう堆肥の中にこぼれ種が混ざってて、まあばらまかれたような状態で、今回のこれは偶然の所産なんですけども、そうじゃなくてもうちょっと系統的にですね、秋巻きの段階で、刃物をですね、刃物の種をこう麦と一緒にこう撒いてみるっていうですね、手はあるんじゃないかっていう、まあこの風景を見ててちょっとそういうことを今感じてるわけなんです。